に分かってるよ、どうせさどうせ賢者タイムなんでしょ、どうせそんなあの日の夜はさちょっと盛り上がっちゃったけどさ、賢者タイムになってさ、え、なんであんなババアにあんなことしちゃったんだろうってさ思ってんでしょ。そんなことは思ってない、そんなババアなんて思ってないよ。ほんと、うん、ババアなんて思ってない。まあそうなんだ、うん、じゃあなんであんなことしちゃったんだろうって思ってる。いや、そんな、だって覚えてないんだもん。じゃ、覚えてない人にさ、待って、覚えてない人にさ、あの、言われてもさ、覚えてないんだもん、だって。ねえ、みんな、覚えてないよね。覚えてないことだって、世の中あるよ。ひどいよ、こんなことってない。もう、船長はさ、言っとくけどね、なかなかに重たいからね。気をつけて取り扱っていただけますか。でもね、あの、怒ってないよ。気持ちよかったもん、だって。うん、あ、そうなんだ、うん、普通に。あ、よかったね。この思い出は大事にさせてもらう、うん、あ、ほんとに。まあ、妄想って言われ、妄想打つって言われてっけど、うん、じゃあ、うん、ヒョンタン何やんの、この後の配信は。じゃあ、付き合うか。え、付き合うの。じゃあ、付き合うか。え、付き合うの、私たち。うん、え、私たち付き合います。え、ちょねえ、お前でもさ、誰にでも言ってるよな、そういえば。まあ、もう、言ってない、言ってない。そうだ、こういうやつだった、こういうやつだったよ、なんか。ねえ、おかゆは明日結婚しよう。ねえ、アクアしか勝てない。おかゆとは結婚してる。ま、最低じゃねえかよ。もういいよ、いらん。いらん、いらん、もういい、いい。いらん、え、船長もシオンタンみたいな、こんな、あのね、なんか、こんな最低なね。なんだろう、なんていうの、これ。最低って言われとる。こんなです。クズって言われた。こんなクズ女にね、この、うん、手ごまに取られたくないんで、全然ドキドキしてないよ。こんなことされてもね。あ、ほんと。うん。無駄。そんなんで船長が落ちると思ったか。思った。えんご。いや、もういいです。ごめん。まあ、でも、あ、ごめん。でも、なんか、仲直りしよう。はいはい、仲直りしよう。で、喧嘩してないよ、別に。なんで怒ってんの？船長喧嘩してるんだけど。船長喧嘩してる。でも、もう仲直りしたよ。もう仲直りしよう。したの？え、喧嘩して。うん、する。うん、喧嘩してないのに。喧嘩してないのにな。許した。もう許したわ。いや、あの、え、なかったことにして、なかったことにして、やっぱ、友達に戻ろう？友達に。友達でしょ？もう。うん。友達を超えたじゃん。一瞬。え、友達を超えたら何になるの？ん？なんだろう。あの、体の関係みたいな。え？いや、でも、あの、ほら、もう戻った。友達に戻ったし。友達を超えたら、どうなんの？何になるの？え、だから、エッチな関係ですけど。エッチな友達ってこと？え、いや、でも、やめよう。うん、やっぱ良くない、そういうの。同じ事務所内で、そんなことしちゃダメだよ。正気に戻らせてくれてありがとう。してない。してないんですよ。わかった。もう、いいです。いいです。いいです。もう、これからも、あの、一線越えずに、仲良くやっていこうね。かわいそう、なんか。妄想みたいに、まあ、妄想です。はい、妄想。かわいそう、なんか。かわいそうじゃない。またうちおいでね。うん、行く。あ、てか、うち来てね。あれして、あれ、コーディネート。ね。あ、行っていいの？え、してほしい。コーディネートして。え、マジ汚いけど大丈夫。あの、どうしよう。歩けないぐらい詰まってたら。歩けはする。寝る場所もある。うん、でも、めっちゃ汚い。三菱 UFJ 銀行さん、誘ったのに船長が乗ってこなかったからシオンも拗ねてるんだと思いますよ。その説あるかな。確かに船長さ、あんなにハーハーしてたのに寝ちゃったもんな、普通に。だってシオンたんが、ねえ船長寝るのって言いながらさ、ね、寝るのって言いながら触ってきてる中寝ちゃったから、それは、拗ねてるのかな、向こうも。もし次触られたら、やるしかないかもしれない。船長勇気出して、吸います。うん。そして勇気出して、いやでももうしないんだった。もうしないんだった。うん、もうしないんだった。
船長は絶対責めないの？傷つくのが怖いんだよな。なんかこれして向こうが嫌だったらどうしようって思ったら、なかなかね、そのくせ口は悪いからよくわかんないけどね。